こんにちは、Dboxのアリーです。今日はディスカバリーチャンネルの Dboxで私について書かれているコメントについて反応していきたいと思います。それでは行ってみよう。こんにちは、Dboxのアリーです。Dboxの撮影が一時期中断ということで、おまけ動画みたいな感じで出してはいるんですけれども、やっぱりディスカバリーチャンネルって、私個人のチャンネルではないので、直接コメントを返したりですとか、私が直接読んだりとかっていうのって実はそんなに多くないんですよ。なので今日はせっかくの機会なので、過去の動画見直して私個人についての意見を読んでいきたいと思います。いいものも悪いものも、ちょっと変態っぽいやつも全部読みます。それじゃあ行ってみよう。最新のもので言うと、死の直前に起きることを科学解明してみた。これコメント少ないですね。お？この動画とは直接関係ないのですが、アリーさんの動画を見てから昼寝したらアリーさんとお散歩する夢を見ました。なんかありがとうございます。ちょうどお散歩したい気分だったんで、してないですけどした気分になります。こっちもありがとうございます。わざわざご報告。アリーさんすごい。あ、これはボトルキャップチャレンジのことですかね、きっと。意外と私も正直できないと思ってたんですけど、見た目以上に簡単でした。皆さんも今更ですけどやってみてはいかがでしょうか。アリーお迎えに来てください。待ってます。っていうこと、私が一回死ななきゃいけないってことですよね、これ。あんま死にたくないです、まだ。アリーさん結婚してるの？あ、これ前回の動画で言いましたね。はい、してます。アリー、今日も素敵。ありがとうございます。アリーさん、かなり太ったね。少しふっくらされましたね、っていうコメントもたくさんいただきました。ありがとうございます。ここで、はいはい、アリさんが言いたいことがあります。実はこの動画と指の長さ、りょうさんを女装させたやつあったじゃないですか、撮影日一緒なんですよ。なので、まあ服装とかメイクとか照明とかだけでどれだけこう見た目が変わるかっていうのが分かりますよね。サムネかわいい、出だしブサイク。めっちゃ面白い。確かにこれ私自分でも思いました。出だしがね、そう、私もなんかどうしたんだろうって思うぐらい、なんかお相撲さん感がすごかったですよね。うん、ごもっともだと思います。アリーさんじゃなくて求めているのはエドでタンパク質。そうね、いいねもついてる、これ。そうね、そうなんですけど、アリーを稼働させる方が安いんですよ。はい、終わり。次行きましょう。次の動画。指の長い男はモテる。科学的根拠を調べてみた。行きます。これね、出だし女王様スタートですからね。最初はなんか男っぽさ女っぽさって何でしょうみたいな感じの出だしだったんですけど、いやちょっとそれじゃパンチが足りないねってディレクターが言って、ちょっとねちょっと面白くするためにちょっと指見てみようかって言って、ちょっと短いなぐらいまで言ってって言われて、あれ多分5テイクぐらいしたんですけど、最初の2テイクぐらいはやっぱり私も恥ずかしかったんでボツになり、これは多分4か5ぐらいですかね。もうこれは恥ずかしがってじゃあ次に進めないと思ってやりました。なんか皆さん NG 集のところのタイムスタンプ入れて本編ここからみたいな書くこと多いと思うんですけど、本当にありがとうございます。私的には面白いんですけど、こう結構自分の NG 見てカメラの前で顔作るじゃないですか。なのにNG になるとめっちゃ不細工な顔になるから、あーなんか今日も顔元気だなと思って自分で見てます。日本語喋ってる最中にくっそ流暢な英語を打ち込むのが面白い。ありがとうございます。
一応ですね、私バイリンガル MC としてお仕事させていただいておりますので、日本語訳のないものに関してはそのまま英語読みでお願いしますっていうルールがあるんですよ。アリーさん、アリーエンくらい綺麗だな。ありがとうございます。嬉しい。アリーさんが友達だったら毎日笑顔でいれそう。あー嬉しい、これありがとうございます。実は友達結構少ないんですけどね。でもね、私と友達の人は私がずっとふざけてるんでめんどくさいと思います。あれ、りょうくんかわいいやんけ。そうでしょ、めっちゃかわいかったんですよ。アリーさん、りょうさんで遊びすぎですよ。うん、確かに。でもね、りょうさん大好きなんですよ。どうしても遊びたくなってしまう。アリーさんも男装してよ、不公平ですよ。うん、確かに。私が男装して意味のある動画だったら喜んでやります。はい、次行きます。全部読みますよ、ちゃんと。いつグラビア動画出してくれます？出さねえわ。ストレートに変態で一周回って好き。それ、これいいんでしとこう。次行きましょう。あ、その前は音はどこから音楽になるのか科学解明してみたっていうヨカローモンさんが出てる動画あったじゃないですか。あれにもちょこっと出させていただいたんですけど、ちょっとだけコメントがあったので読んでみます。アリーさん楽しそうすぎ。そうなんですよ、アリーさんめっちゃ楽しかったです。この時もう大好きなんですよ、ヨカローモン。アリー姉さんのちょうどいいおばちゃん感がたまらんような。そうね、若い男の子5人の前にしてやっぱりどうしてもおばちゃん感は出ちゃいますね。次行きます、次行きます。じゃあ次、生理的に無理を科学解明してみた。みんな0秒のとこどうぞって言って。これいいんですか。むしろ暴走ちょっと興奮した。あ、やっぱ需要あるんですね、これは。コナンのモノマネしてみてほしいな。あ、そう、コナンの声ってすごい皆さんよくね、コメントでいただくんですけど、で、特にあれでしょ、その小学校に通ってるコナンくんじゃなくってちょっと大人のコナンくんみたいなに似てるって言われるんですけれども、やってって言われるとできないんですよ、本当に。もうできるようにはなりたいんですけど、すみません、全然できなくて、なんかね、ここでぜひやってみたいんですけど、できるよっていうのを言いたいんですけど、もうちょっと修行します。サムネものすごい顔してんな。確かに、確かにこれすごい顔ですよね。サムネ候補に 何枚か撮るんですけど、結構そのオーソドックスな濃いのとか濃いのとか濃いのとかっていうのも撮ったんですけど、最初にちょっと無理、ほんと無理、ほんと無理、ほんと無理みたいなのに撮ってって言われて、でも圧倒的に並んでみたらもうインパクトが一個だけすごかったんで、多分それでこれになりました。そんな感じかな。まあこれちょっと皆さん見てて面白かったら、もっと過去の動画遡ってやってみたいと思います。まずちょっと今日はここまでですけど、感想をぜひコメントでお願いします。しばらく D-BOX の動画撮影できないので、私の個人チャンネルで、まあどうしてもね、科学的な要素っていうのはちゃんとリサーチ、下調べをして台本を書いてファクトチェックしてっていうのも全部一連の流れがあるので、私一人でっていうのはやっぱりできないと思うんですけど、私一人でできることとしたら、当然自分に対しての質問とかはいくらでもお答えできるので、質問をください。前向きにドヤ顔して生きる方法みたいな感じのことだったらいくらでも喋れますけど、需要があればぜひコメントにお願いします。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。